ここは短めに行きたいと思うの で、ね、早速、1曲目聴いてください。It's my life。 はい、ひどい。
MC の時間でございますそうでございます、ね、僕たち見ての通り、全員男の男バンドですけどそうですね、まあ、男バンドって言ったら、まあはい、そういろいろ波乱万丈にバンド活動を送ってきたわけでございますわ、ねはい、ありますね笑ってんの、ねなんかまあ、そのメンバーがいろいろね事件を起こすわけですよそうですよ男ですからね で、最近やらかしたのがこいつですこのベースのね早水くん早水くんは、結構なんか練習とバイトをこう重ねちゃって練習をよくないですねなんか当日、まあ、練習が4時だとすると3時半に急にあちょっとごめんそう俺バイトあるわ今日みたいな言い出してそうちょっと早く言ってくれたら僕らもなんかちょっとこういかいけば練習やめようかみたいなまあまあ練習の仕方変えるとかねそう、うん、っていうことを一番頻繁にするねそう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 いや申し訳ないと思ってるけどそうこの名古屋来る時もその前日から前乗りして車でみんなで行こうぜって言ってたんですけど、うん、急になんかちょっと俺30分遅れるわって言い出して、はい、でまああの30分ぐらい頭をつかって思っとったらなんか1時間半ぐらいも遅刻して、うんうんうん、プラス挙句の果てに梅田まで向かう梅田っていう大阪のねでっかいところね向かいに行くってことで30分ちょいなところやねそうしてでまあ遅刻したらこう怒るじゃないですかで、まあ、男バンド流のこう、うん、落とし前、落とし前ね、まあ、だからこれ武士の時代やったら切り捨てごめんって言ったらお前殺してるところだけど殺してるところだけどやっぱりお金で償ってもらってそうそうということで、まあ、名古屋に来たということで、うん、美味しいね運転員のひつまぶしを全員奢ってもらいましたといやーすごいねそうなんだよいやー男バンドやからそれだから合計だからあの大体ね2000円3000円のものだからうんまんうんまん払ってますよねもう名古屋に来てお前ら仕事した次だひつまぶしを奢るよでも地獄とかやからしゃあないまあまあね、まあこういう人がいてもまあ男バンドはこうやってね落とし物つけていくということでまあでまあ次こいつですよはいこいつまあ、まあ一見なんかこう言ってるじゃん。多分ね、メガネも人でかくないし、あ、この人真面目な人なんかなみたいな。もうちょっとなかなかクレイジーな人なんですよ。結構ね。ね、なんか僕ら、去年のですね、サークルライブ、サマーライブに出ることが決まりましてね、はい、組んだばっかりだったので、深夜練を頻繁に詰めてたわけですよ。男マンなんでね。詰めてましたね。頻繁に詰めてて、してました。してて、で、まあ、その、サマー直前、前日か。そうですね。前日になって、で、なんかこう、ピロンって LINE 来たから見たら、こいつから、なんか、俺今電信柱で寝ててみたいな。うん。わけわかんないでしょ。わけわかんないですよ。同じ反応ですよ、お客さん。わけわかんない。流れを説明すると、やっぱりね、深夜なんで、うん、まあちょっと臭いですけど、はい、かましたろやみたいなね。そうそうそう。男バンドやから、ね。やるぞみたいな。明日。もうやったら持ってかろやみたいな。わーみたいな。で、ラインアプリやってたんですよ。わーわー。すまん、電信柱で寝てるっていう。まあまあ、よくよく聞いたら、なんか俺なんか、そう、記憶がないねみたいな。そうそう、何があったか分からへんその数時間だけ記憶がなかった、ね、車にぶつかったか誰かとぶつかったかよう分からへんけど で気づいたら電信柱って記憶が今日の記憶が全くないとそうで、その怖いんがちょっと俺のここ最近の行動をできるかぎり教えてくれめっちゃ怖くてほんまにやばかったですよ普通来ないですからこの日練習したこの日練習したよみたいなこの日遊んだよっていうのを子供側にみんなで教えてそうでも記憶は復活せずにでも音は覚えてない音もそうなんか普通に人は覚えてるんですよ練習は覚えてないのにそう音は覚えてない断面的な記憶がなくなってこういうねすごい修羅場修羅場ちゃうわ男バンドならではの波乱万丈ならではならではないけどでまあこの中に、まあまあちょっとある事情でこう、やめなあかんそうになったやつがいるんですよ、ね、ちょっと関西でもライブとかさせていただいてちょっと内容がかぶってるように無視をしてるかもしれないそう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 その、聞いた話だなと思っても母って言ってもあの、僕ちょっとあの大学生活でちょっとあの、中国語やってまして中国語ってあの、簡単やと思ってたんですけどめちゃめちゃ難しかったんですよ一回生の時、僕今2回生なんですけどで、なんかあのね、あの、まあ、端的に言いますと、あの、うん、やっぱ難しいと、はいはい、でも勉強はしたくないってなった時に、じゃあどうしたらいいやってなった時に、まあ、悪魔が支えてきてね、はいはい、カンニング、カンニング、カンニングせめっちゃ引いてるめっちゃ引いてるまだまだ、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 で、いやさ、カンニングはさすがにさすがに、アホかと思って、無理無理でも結局勉強せず、その中国語の当日のテスト迎えちゃって、で、その当日やっぱ何やかんや人間ってやっぱいけるみたいな勉強したんだけどなんか行けるじゃねえみたいななってはいじゃあ教科書しまってってバーンってしまってる時に、うん、なんかその走馬灯のようにこの自分のヤバいその何ですか予想がすごいスピードで回ってきてなるほど、ね、その瞬間僕気ぃ付いたらその教科書の単語のページの右上に書いてる単語リストみたいなとこを、うん、もうバーンひたすらもう1枚1秒ぐらいでベルベルベルって破いていって机の中に入れたんですよやっ
もそれテスト震えながら震えながらというカンニングとかしたことなかったんですよ、みたいな。その会議の下に入れてちょっと出して見て書くみたいな作業して、初めてのね、初めてのカンニングやからドキドキするもん、ドキドキするから見つかったら大学やと思いながらやってね、でやってって、結局でも始めてながら先生もあんまなんかそんな厳しくなかったんで、ちょろい感じで悪くていけって知ってもらえたから、それでそう、そんでいけたと思って、来週ウキウキしながらどんな点数返ってくるのかなって、先生バーンって来た瞬間なんかバーンって教託に教科書叩いてます、機嫌悪いなと思ったら、なんかこの前なんかこの教室でこんなもん見つけたんつって僕がビビリに歩いた。それはやばい、いやもうその瞬間僕は一瞬もうね退学あのジュなんか血の巡りが止まって一瞬そんでやばいただいたってなって、でまああのもう正直に言えみたいな、正直言おいやなと思ってたら、じゃあ分かったお前ら教科書持ってるからそれ見せよ、それでね破いてるやつが犯人、間違いない、僕律儀にねもうちゃんと破いたページ開いたんですよ、やばもうここにあげようと思って、もうこうやって手あげてます、申し訳ない、申し訳ない、手あげたら先生もあお前お前かって、そう真面目に彼は今の授業受けてて、僕のあの説明をこうやる学部って結構チャラいだったんですよ、ですごいもうヤンキーとかがざわついてたんですよ、誰やねんアホやねんハハハ、僕真面目にやってたから僕がこうやってやげた瞬間にヤンキーとかがドン引きしてお前かよお前だみたいな感じで、僕こうやってやげて目いってバッて目先生に行って大学かなと思ったら、そのテストだけ0点にされて、その何ですか単位没収とかはならなくて、あよかったな、単位をあれじゃない落とし、単位は落としました、もちろん落としました、もちろん落としました、まあ再練習をしてけど、そうだね、それより俺は中国をね、そうまあでもそうこれが厳しい大学やったらね、そうだね、ここに書かれないで、そうだね、そうだね、まあまあこんな数々の危機を乗り越え、乗り越えね、僕たちはこんなになってるわけですけど、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ということでね、次の結果、そんな僕がリードする危機をね、リードするのか、リードするのか、涙しながら聞いてください、聞いてください、レイズ、Oh,
番組